1年生の自己紹介をします。では初めに出身地はどこでしょうか。はい、私の出身地はみかんと梅で有名な和歌山県です。おー、2番源氏名は何に決まりましたか。源氏名はチャイです。スペルは CHAY でチャイです。おー、かわいいですね。3番趣味は何でしょうか。はい、趣味は映画鑑賞とゾーンタウンでネットショッピングをすることが好きで、月払いを溜め込むのがちょっと癖になってます。それはやめとけ。はい、4番好きな食べ物は何ですか。はい、好きな食べ物はたこ焼きです。海苔とマヨネーズとソースで食べる定番のたこ焼きが好きです。海苔と鰹節をかけて食べるんですけど、海苔が歯につくのが癖になってます。それはやめとけ。やろう。では最後に一言お願いします。はい、今はこうフェイスシールドをしていて、うん、顔を覚えてもらいにくいかと思いますが、こんな感じの顔なんで、覚えてもらえるように笑顔で精一杯頑張ります。頑張れ。じゃあね。ありがとうございます。では今から1年生の自己紹介を始めていきます。まず1番、出身地はどこでしょうか。はい、和歌山で、みかんが有名な有田出身です。へー、おお、そうなんですね。はい、では2番、源氏名は何でしょうか。幸せに叶えると書いてゆきとと読みます。おお、皆さんに幸せを与えていきたいんですね。はい。あ、素晴らしい。、はい、では3番、趣味は何ですか。趣味は、アクセサリー作りをしています。そうなんですか。はい、最近何作りました。ピアスを主に作っていて、ほうほう、また今度ね見せてくださいね。では4番、好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は、お好み焼きです。お好み焼き。はい、似てますね、酒の人と。あ、はい。ありがとうございます。では最後5番、一言お願いいたします。一言、一生懸命頑張ります。お願いします。はい、頑張って。ありがとうございます。せーの、私たち和歌山出身なんで、ぜひ白浜アドベンチャーワールドに来てください。待ってます。なんでやねん。あー、間違った。白浜とちゃ